なんたる順調な出花以外は本当に順調、うん、まあでもあれですよね、あの毎回あの亀山まで行って出花をくじかれた時はその後の旅は結構いいのになるな、特に海鮮はいいのになっついてるな。これ前清水行きましたもんね、それでそんな時もありましたし、いやああ、あ、こんにちは。あ、もうこれ行きますか。早っ。あれ本当に順調やけど、あ、でも、ダメだな。順調にって40分ってなっとったから、ちょっと怖いな。え、これ逃すと、さらに、さらに相当待ちになりますかね。よし。いや、いい。正直な、計画性ゼロで始めた割には超上出来だもん。あのね、計画性ゼロだと何がいいかっていうと、あの、取り高があっただけで喜べるんですよ。あ、この計画、無計画な見切り発車でもこうやってちゃんと取り高が得れて、うまい飯が食えて、なんやかんやといい旅になっていくという。マイナスないんすから。どんなにこれで引っ込んだってね。あの、これは計画してないんだもんねって。うん。それは当然だよねって言って終われるんですから。無計画は強いっすよ、こういう時。はぁ、あ。こっちから？おぉ、これ、こんなとこにあるんか？枕木式だ。と天鉄機だ。へえ。天鉄機の方は四日市はね、現役の天鉄機が実は港の方に行くとあるんですけど、コンビナートのあの貨物の出荷するところね、実はこの現役の天鉄機使ってるんで、時間が合うとこれをガッチャンガッチャン動かしてるところね出会いますけどね、これが天鉄機ですね。マークはあれですね、あの、信号を作ってるところにあるあれですね、日本信号だったって、なんかありますよね。結構よく見かけられる。で、これで、ガチャンとして、あの、そこの、接続のところのね、やつを変えるってやつですよね。で、こっちは、あ、枕木じゃねえ、腕木式信号機。書いてますね、腕木信号。ロシアで座ってきましたが、病気の信号前にどもない現代の事件、デコレピトの内大変貴重でございました。この信号機は平成3年6月末まで、姫駅構内で実際に使用されていたものは、この駅構内使われてたんだ。で、これね、壊されていたものです。整備事情の進行に合わせて里帰りするということになって、あ、小松から、だから石川県の方からに行っとったのが、またこっちの方に戻ってきて、こうやって姫駅のところで飾られてますと。だから、現役で使われてたってことなんで、雰囲気の。まさにそこの今、信号があるところですね。多分そこにあったってことでしょうね。そう、これが、投稿式になっていて、あれがガチャンって動くと、青になった赤のところが閉まって、それであの暗くなって見えなくなるっていう、構造ですね。原始的かつ、で、これでね、ガッチャンガッチャン動かしてっていうのを、やって、閉塞でね、通った時に動いて、赤になって、で、何かしら信号出してまた戻してっていう、あれですよね。そう。ただ、まあ、どうしてもね、腕木式だと、まあ、まだその実際の色の区別がね、あの光が反対側か、後ろ側からね、逆光で入ってる時はね、ちょうど見やすいんですけど、この向かい側からね、朝日みたいな感じで、こっち側からね、日が入っちゃうと、どうともね、反射してみるんでね、まあ、腕木の位置でちょっと判断するとか、そんなような感じだったみたいですけど。
こんなのか、こんな裏側になったんですね。まあ、まだ余裕あるね。で、時間は、まあいいや。駅前いろいろ見た方がもう楽しいや。なるほどなぁ。漁村、漁食、漁師の文化を含む、漁師。いいですね。ちゃんと、千葉さんが食ってきまして。よし。キムヒューなんて牛もある。あ、うどんもあるんだ。へぇ。漫画ワールドでね、海部くん。あれ、服部くんでしたね。さっき走ってました。あ、中野一郎だけになってましたけどね。へぇ。しかも、氷見線じゃなくて、あっちで見たしね。運用の感じでやるんでしょうね。で、駅前はこんな感じと。ほうほうほう。ですね、響き。おお。よいしょ。ああ。で、時刻表が、あ、そっか。片側しかないから。次が12時44分。これに逃すと1時間半ないもんな。さすがに逃すとまずいな。ってことは、あと20分くらいで、さすがに無理だな。普段にしまうまで歩けるな。よーし。切符を、伏木まで、いくらだ210円ね。よし。お金を入れてください。